どうも、こんばんは、窪塚です。さあ、やっていこうか、続き。ちょっとまたね、また日が空いちゃったのよね。日々日が空くと。で、覚えてるよ、今回は。ほうとうさんが、ああだこうだするやつでしょ。見た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 。もう、かまへん、かまへん。見た見た。なんか怒ったやつだよね、劉備が。くるっ！さらに大王諸葛亮と並び称される当早く。数宝刀を幕下に迎える。ロードが長篠の戦いよ、これ。ちょっと待ってよ、一方孫権はちょっと。よいしょ、オッケー。赤壁の援助の大将襖を閉めた。これで、それなりの声は出せるわけ。私、これよ。これ、もう一回見ていやこれやれ。う。もう一回見ておく、これ。一応ね。かわどうしいい。ても生徒を責めるの腰言はわダすぞ、メそのか歩きね。方は。劉将殿を裏切ることはできぬ。裏切れ。幾な州の。の民も劉備殿に上どうにや立ってもう、おも前、らいたいか。鍋の蓋かどぶってい。喋ってんねん、頑張って。軍は動かさぬ。え？これは命令だ。ラベルだ！そこいつ頭頑固、ほんま天下統一する気あんの、こいつ。一回きつく言すわなあまかんないな。はが、い。ちょっくら足に付き合ってもらうよ。任せたみたいなやつね。流じじい。し敵倒す。上半身鍛えすぎやろ。さあ行くかということで、初ほうとうさん。これ杖かな？杖初めてじゃね？ちょっとまずはコミュニケーションからよ。劉将は優柔不断でやんげ。はい。民も臣下も劉備殿を待ち望ああ、んでおこれやる。ったったらええね。なぜそれをお分かりいただけそうんやで。で。仁の心。言い今回訳ばや、かりはなそもれがあだとなったん。ようなんかだでも、ね。ほうとうの、なんかいつもより顔が見えてるね、今作劉備は。殿の天下かをわ築くいい。ためだ。ここはわしらが一肌脱おぐとしようかお、ほうねえ。とうさん、かわいいんだよね。お三国城で武城装屈を指落としのてしまえばよ萌えい。キャラとしてね。そうすれば劉あ、備殿2もからか。祝2からこう、確立してるわけよ。萌えキャラ。ピおカチュウい、ポジションだな。劉備のため へへへ。戦う敵すべて倒す。こいつ人間じゃねえだろ。やる気だ義援ね、使いてえな。義援俺、義の。援さんもマスコットたなんだだ、よ。あんまりこう焦っちゃほういとうけがないピカよ。チュウとしたら、もう義援はピッピみたいなもんなんだよな。ここは険しい地形だ、だ。ここの関係性っていうの焦俺れ気ばづいていたきたちい。まち敵の罠にはまっちまう。はい。なんかほうとう死ぬんじゃね？わかっ かた。わいいじゃん、ちょっと。キュンキュンしちゃった今。義援殿は劉備様のために一生懸命です。はい。よほど人徳に感銘を受けたのでしまょう。あ、そういうの理解できるような喋り方してないぞ。飯を食う。それしか言うてないで。俺、後ま期だのおったん乱か、のお時前。から劉備殿と一緒に。でも、この戦いは劉備殿に内緒で来ました。おう。劉備殿の天下には覇色の血が不可欠。踏め。それが俺にもわかるからです。そう、取ろうぜって。劉備殿のためにも、すげえな、こい妻子つ。のためにも、ここまで生き残ってきたっていうのは。俺は仁の国を築くために戦いまサす。バイバルの才があるぞ、こいつ。ああ。劉邦様も不憫なことだ。壊れて養子になられたというのに。まあな。生地武芸、気力ともに優秀なのが心配だ。後々邪魔者扱いされなければよいな。ああ。劉邦様も不憫なうこと。ん、聞いた。さっき聞いたの。こいつは話してねえな。劉備様に内緒で戦って大丈夫かなんでましへん、ょうかまへか。んな、もう。同族とはいえ、ガツンとやっ争たっわたれらええもねならぬ時がある。今はまさにその時だ。諸葛亮殿はこの計略をご存知なんですよね。せやで。知らちょ、ぬマイはク離すわ。ちょっと待っ劉て。備様のみ OK。ですか。劉備様に内緒で。ちょ、置いて。なんのビビってんの、みんな。やったったらええ救ねんっ援をて。求めてきた同族を責めるなど、劉邦ちゃん。確かに褒められた行為ではまあ、ない。確かにな。しかし、これも父上が国を得るため、うん。ひいては仁の国を作るためなの。劉邦様は劉備様の養子です。なんまあでこんなあれなんだ、倫理観今持っはてんだ後様ろがいらっしゃいまうな。もうすが、散々人殺してんのに、関係ねえだろ。パツンってやったったらええねんって。法政殿は貧困。こいつマジ殺していいか。劉将殿の無能さを知っている者も多い。劉備様の優しさが歯がゆいでしょうな。はい。
優しさとは言わんねん。弱さ。ホセちゃん。ここは点検の地。かわいい。自然の妖怪と言えます。すげえ眉毛してんの。どこに罠があるかわかりませんね。俺もこういうかっこいい眉毛にしたいんだけどさ、できないんだよ。ホセ殿は元は劉将の部下。はい。今回の落城攻略には心強い。うん、しょいこと。今日はあれなんだよ、この後ねモンスターファーム2も俺は取ろうと思っちゃうんこなんで、これはねサクサクと俺クリアしていきたいんだから、もうちょっと待って、なんか杖が、まずはちょっと、特技から取っていくか。まずはこれを取ると、よいしょ、7に取っていく、よいしょ、まあ C6 ぐらいまでと、何これ、いいの取っちゃって、で無双も取っちゃう、あれ、はい、でこれまずこれ取らなきゃなんないんだ、焦った、経験値ファンビンビンを取って、攻撃範囲の方式ってこれ全部いけんじゃねえ、もうコンプリーター久保塚じゃねえこれ、コンプリーター久保塚よっしゃアクションは杖で火を吹いて、あ5かで、地上と R1 ね、で武器をちょっともっといいのねえの、なんかゴミしかねえじゃん、まあ、とりあえずこれつけとくか、でセーブじゃねえ、攻撃力大と武功ってもういらねえのか、別に、え武功ったら経験値のこと、経験値かポイントのことちゃうのよくわかんねえな、まあ、一応つけとくかなんかわかんねえ、攻撃耐性対武将強化、まあ範囲つけとけばいいんじゃない、で刀も使えるんだこいつ、なんだって使えるじゃん、え本当に使えるの、なんだってできんだろお前、フィジカルもよしじゃん、もうこれつけとくか、よっしゃ行くぜ今日の俺は、さてそろそろ行くとしようかね、うめえよかろう、悠長にしてたら劉備殿に気づかれちまう、うまい、はっちょっともう取っといたるわ、もう劉備はチンタラチンタラしようから、かわいい、はい、攻めるに固い、うれあれ弱いかも、我らの敵意を察し待ち構えているはず、すげえファイアアタック、甲虫殿と義援殿がいるからね、はい、お二人さんの活躍があればきっと勝てるよ、いける、甲虫殿は義援を援護してやってくれ、はい、わしは劉邦殿と共に北から落城を目指す、俺どこ行ったんやね、南から行くのか、義援ちゃんちょっと遅いのよ、もうさきさき行くよ、これチャージコ使いて、またしても人じゃないやつがいたな、いいじゃん、なに燃やしちゃっていいの、やる気があるのはいいんだがね、エンドの失ったらこの戦の価値はない、なにファイヤーサーフィン、どうやで恥を知れ、やべえこいつ強いぞ、火力がなしなしようなんだね、やっぱりサナエもやっていこう、微妙だな、もう水拳、水拳使ってんの、はぁ、あ、こいつ人にケツから何なんだよ、お尻から切って楽しい、いいじゃんこれ、こっちの方がよくね、剣の方がちょっとこいつ何でもできるぞ、謎の爆発、上のやつもちょっと助けよう、ちょうせえわ、義援殿気負いすぎやないかね、うん、義援こんなキャラじゃなかったよ、劉備のためとかじゃなかったよ、俺人を殺したい、血が欲しいみたいな、ただただ殺戮に飢えたやつだったじゃん、さすがです、3ではなんか裏切ってたしよ、変わっちまったな、まあ、一応でも杖使っとくか、せっかくだし、浮世やっこ久しぶり、杖マジクソ使いにくいんだけど、なに、ええ、まあもういいでしょ、あとは義援が、あいつバカだからやられちまうんだよ、一人で突っ込んで、
なめの蓋防止アタックで攻めるか。あ、弱くねえか。ギエンタン、ちょっと目離したもうやる。ギエンやば。マジで目離した終わりだなこれ。これ。これがファイヤーサービーや。かっこよしこれ。R1 も使ってみるか。R1 ファンビンビンもいく。ヘコいけん。え、何これ。回復？何を？何かゆっくり休み体力を回復。強すぎるこいつ。ヒーリングを使える。エレナじゃん。ヒーリングを使えるんだな。おお。ギエンさんさ、先々行きすぎ。弱いんだから身の程を考えて。待ちな。ちょっと待ちな君。まずいぞここは。なんか矢で撃たれるとこじゃないのこれ。うわギエンタン、ギエンタンちょっとダメだ、これ前しか見えてねえこいつ。周りを顧みてない、よくねえわこいつ。手綱がいる。不穏なロック BGM を流れてるでしょ。まっ、ああ関係ねえ。なぜこっちのこの守ってるやつペチンってやっちゃっていいっすか。まあでも普通に剣の方が使いやすいな。これやめて。じゃこれ EX もね、水剣入るんだから、このヨットットヨットットモーション入るからこれ良くないの。これフルヒット、丸をフルヒットさせたら強いのかもしれない。気づか、フォートの研究が進みます。かわいい。俺もサーファーだぜ。波を掴むぜ。ちょっと、もうなんか四角をしてるだけ。今の四角をしてるだけが一番強いじゃん。サンダーボルトも使えるしよ。何、砂煙で何も見えない。どうしたの？おい！穴が開いちょるかや。届き物がある。公共事業。公共事業が必要だぞこれ。はい。他の道を探しましょう。どうするの？一旦戻る系？頭抱えてる。こっちから行くね。ここ行けるでここ。はしご発見。これでなんかいらっしゃいますよ。ザルじゃねえかここ警備が。戦国無双のくせに罰をしちゃうんだけど。龍将来たよ。はい、任して。いるな。これファイヤーサーフィン超強いな。時代がファイヤーサーフィンかもしれない。ファイサー、もう一回見とこう。ファイヤーサーフィン燃えてる。仮装いらずよ。セリナが不況に陥ってしまう。よっしゃ、いえ、てかあれか、これ経験値制じゃないから武功稼いでも意味ねえのか。そういうことだよ、おそらくそういうことな気がしてきちょるがや。ってことを考えみると、絆が強くない。絆強くしようぜ。絆一人じゃ戦えない。ちょ早い、あいつダメだ。あいつ日本語理解してねえ。こいつ日本人じゃないのか。全然理解してねえぞ。待っといてっつってんのに。テケトン走っていくしよう。肉まん食って回復もしねえしよう。まあいいよもう、俺についてきな。かわいい、やっぱかわいいな。バカなとこもあるけど愛しちゃう。何こんな状況に決めないのこの馬。
馬刺しか。なんだこいつら。うわあ、やばい。半分食らったんだけど。おい、降りてこいやお前こら。あ、こっちか。馬違うやろ、馬は。な、うわ、負傷したんだけど。あの時あったんだね。いやでも大丈夫、死んでないよ。死んでないっすよ、まだ。勝手に殺さないでよ。やばいっすよ。やられた。これずるくね？これチャージ後ダメだ。あ、チャージ後あれかな、キャンセルできるのかな、バスで。ちょっと使ってみよう。あ、キャンセルできるわ。これだね。バツキャンが必要だ。ほら、で、これバツキャンでファンビンビンね。うれぇ、そう。240。うん、こいつ、ちょ、俺もこいつ何なんだよ、俺まで巻き込んで。シェッ、はい、ちょっとトラブルはあったが、もう待って、でも大丈夫、さっきの傷ないんだもんね。これ食ったら回復するから。うわ、天心だった。よっしゃ、行くぜ。痛くの回復もありゃしまへん。はい、敵を奇襲できる位置に。ほんまか？さて、いかがなさいますか？やったって。甲虫殿の奇襲を確実に成功させるには、悪城の前の敵を引きつけておかないとね。しかし、敵の数は予想以上だ。どうしたらええのよ。バッシラだけで相手をするのは心細いかね。はい、そっちね、南方に。何？やるじゃん。やるじゃん。やれできんじゃん。全部わかってんだな。いいじゃん、燃えてる。ああ、ふん、こいつ目の前で味方が死んでんのにぼーっとしてるぞ。やる気ねえなお前。そんなんじゃ給料払えないぜ。体がなんか半透明になってんだけど、これどうしたの。俺も死んだのか。この世に存在しない体の作りになってるんだよ。霊界に持ってかれた。イカズチボンバーもいいね、これ。様々な属性を使い込んでる。よっしゃ、行くぜ。行こうぜ。お前さんが来てくれて大助かりだ。ああ、諸葛亮も足と同じ考えだってことかね。そらそうだ。殿が天下を得るには避けて通れぬ戦。はい、これが罪ならば我らも罪を負う。そうやん、結局劉備さんだけやねん、ふぬけたこと言うてんの。なら安心したよ。あいつあかんな、やっぱ頑張ろう。クズのはライドもいるしよ。ねえ、ファイヤーサーフィンが超強いの、気持ちいいし。やめて、ファイヤーサーフィンなんかいっぱいないここ。あ、だからあれか、回復技があるってそういうことか。半分ダメージ食らうから、これを使ってねって、そういうデモンストレーションだったんだな、あれは。デモムービーだったんだ。あ、もう全員燃えたわ。おぉ、いやまえよ、あがめろ。はい、そういうことよ。分業制、分業制。ピッチャーと一緒よ。分業せよ。あ、いっぱい来ましたよ。奇襲もいらないんじゃねこれ。5秒ぐらいで全員をやっつけてるよ。でこれちょっと困ったらファイヤーサーフィン使ったらいい。強し、だいぶ強し。
まだね、このサイエンプリス窪塚があんま強くねえんだよな、これ。これなんとかしたい。ほらもう剣使うわ。こっちの、はい、ちょ、なんかおかしくなって、なんか武器がチンチコニになっちゃったよ、今。あ、死んだ。人褒めることもできたんだけど、剣のが強えじゃねえかこのゲーム。死んだぞ竜盾。熱いんだけど汗が止まんねえ。じゃあ次は生徒よ。まあ、意外制圧しちゃう。やれやれ、思ったよりしんどかったね。ああ、ホート、あ、なんということ。怒ってる。ありがとう。ほら、これはみんな待っとったんや。ユービ殿、聞こえるだろう、駅州の民の喜ぶ声が。これも全部あれですよ、諸葛亮が出してるスピーカーで、これも全部仕組まれてんの。うん、だって民の姿が見えないもん。スピーカー、ヤマハのスピーカーで流してんだよ。これも全部策略。よかったな、これで。この怪我は。はや、可愛かったもん。わしは早々に退場のようだ。あとは諸葛亮。ちょっとポイント参戦すぎない？なんで俺の好きなキャラクターから消えていくわけ？困っちゃうよ。てかあれだな、このゲームやっぱあれだよな、今ストーリーモードだから面白いけど、いざこうちょっともうちょっとやり込んでいこうとした時にキャラクターの個性ねえからさ、攻撃モーション一緒じゃん基本。確かそうなってくるとつまんないかもな。ストーリーでなんとかなってんだよ、このゲーム。ストーリーがもう支えてる。礎を。ストーリーモードを終えた時に果たして何が残るのか俺の手元に。まあ、クロニクルモードがどんなもんかだな。ようやくか。任せい。次誰よ。一方、あ